吉田さん、R34 いいっすね。やっぱりね、R34 がいいなっていうのもありますけども、自分の思っていた夢ですとかね、こう手に入れたいものが今そばにあるっていうのはいいですね。これは一緒にいたい人がそばにいてくれるっていうところにもつながると思いますし、その他なんだろうね、欲しいものがあるっていうのもそうですしね、やっぱこう渇望感っていうのも一つ、すごく大事なことだと思うんですよ。どうしても欲しいんだけども、でも手に入らないっていう渇望感ね、こういうのもすごく大事だと思うんですよね。さあ、それでね、手に入れる方法、自分の欲しいものを手に入れる方法って、昔私ね、宇宙人とか UFO で有名な矢追純一さんが書いた「アーシアンへのメッセージ、地球人へのメッセージ」っていう小さな本があるんですけども、そちらの方でね、すごく大事なことが書いてあった。夢を叶える方法っていうのは、まず人っていうのは思ったことは何でも叶うそうなんですよ。こうなりたいなと思ったらね、本当にそうなるらしいんですよ。だからこうなりたいなと思ったらすぐ忘れることだそうなんですよね。それなんでかっていうと、この渇望感っていうのがもう徹底的にある方は別なんですけども、普通の方はこれ欲しいな、あれ欲しいな、こうなりたいな、ああなりたいなと思っていても、今日の時点でそれが手に入ってない、もしくはそうなっていないから、なんだまだなってないじゃないかと、いつなるんだっていうふうな不満が出てくるそうなんですよ。そうするとその不満が現実化するそうなんですよね。一番強く思っていることね、だからつまりですけども、つまり一番今この瞬間強く思っていることが実現するそうなんですよ。まあ、ですので、自分のものすごくね、大好きな人、ね、可愛い女の子とかでもいいと思いますよ。どうしてもこういう人と現実的にお付き合いしたいなと思えばそうなるそうなんですよ。でも同時に人ってのは、いやでもどうせ俺には無理かなっていう風な気持ちがあるんですね。潜在的にも顕在的にも。そうするとそっちの思いのが強いので、そっちが叶っているっていう理屈らしいんですよ。それ聞いた時にね、確かにな、そういう風に思った方がいいかなと思ったんですけども、それもそういう風な思想もね、私すぐに忘れたんですよ。で、2013年からネットビジネス入ってね、2016年あたりなんですけども、気がついたらですよ、気がついたら、あれ、なんか俺今家一括で買えるなってことに気がついたんで買ったみたいな感じですよね。それまで本当ね、家が欲しいなんて思わずに、私賃貸派だったんでね、で一戸建てを買わないかもしれないけども、でもまあ見てみようかなっていうので一回だけ見たんですよ。そしたらそこで住んでいる自分の姿が目に浮かん でこれいくらかなと思って値段聞いてみたら2800万、お金あるなと、買うかみたいな感じで決済したんですけどね。で引っ越してきて、買った次の月にはもう引っ越してきたんですけども、まあ荷物が少なかったんでね、引っ越しはすごく簡単だったんですよ。引っ越し費用7万円でしたね。0120、0123かにお願いして7万円で引っ越してきました。荷物代とかね、広島市内からこちらの田舎の方に引っ越してくるまでのトラック代とか全部込みで7万円でした。2人の人がやってくれました。で引っ越した後、まあ車を乗ってきたんですけども、セルシオね、でももういらないなと思ったんですよ。車が必要な仕事ももうやってないですしね、まあドライブもしないし、まあ車廃車にしようかってんで、セルシオを廃車にして、大きな車庫はあったんですけども、車のない状態で数ヶ月過ごしました。そして一番最初に買った新車がスクーターだったんですよね。スクーター、一人乗りのスクーターで、くまモンっていうね、 50cc なんですけども、これで毎朝ドライブをするのが私の日課になりました。それからですね、昔懐かしのナイトライダーっていうブルーレイが出てるみたいなんで、まあそれをね、まあ暇つぶしに全部見てみるかっていう感じで、ブルーレイのナイトライダーこうやって見てたんですよ。であとトランザム7000っていうね、バート・レイノーズの出てくる古い作品もあったんですけど、それ見ててアメリカ映画っていいなみたいな感じでね、ずっとこれ見れなかったなって感じで、ね、ずっと懐かしく見てたんですよ。である時ふと気づいたんですよ。そういえばこのトランザムって車日本にあんのかな、いやいや、ナイトライダーのフルレプリカって誰か日本で作ってる人いるのかなと思って検索してみたんですよね。当時プログラム、テレビプログラム見てる時はインターネットってなかったんですけど、今インターネットからね検索すると、なんかね、ナイトライダーとかトランザムとかアメ車とか乗ってる人って結構いるみたいで、その中でもナイトライダーのフルレプリカってなんか売ってるそうなんだっていうことをネットで見てね、その時、まあ、唯一私がね、これだっていうね、ナイトライダーのレプリカ1台見つけたんですよ。当時検索しててもトランザム自体が15台ぐらいしかなくって、売ってるのがで、ナイト2000仕様が1台しかなくってですね、その1台が丸々私の心にヒットしたんですよね。あ、これすごいなと、これいくらすんだろうと思っても値段書いてないんですよ。
しょうがないから現場に行って聞くしかないなと思って現場行ったんですよね。で現場に行って値段聞いたらこれこれですよって言われたんで、あ金あるなと思ったんで、ね、見に行くつもりがその日に決済して帰ってきたっていう感じですよね。だからね、気がついたらもうなんかね、吉田さんとここは一緒なんですけども、 R34 欲しいな、 R34 欲しい、スカイライン欲しいと思いながら日々ね頑張ってたわけじゃなくて、なんか目の前のこと一生懸命やることにもう没頭してね、忘れてたんですよ、全てを。全てを忘れてて、ふと気がつくと、あ今これは自分でも制御できるレベルだよってことで R34 あったと思うんですよ。でスポンと買ったと思うんですよね。まあその時はちょっと無理して買ったのかもしれませんけども、私もちょっとの不安はありましたけども、今この時点でこの車に決済しないと多分一生手に入れるチャンスはないなと思ったんですよね。だから決済しました。で1年経ちました。ナイト2000買って今日も車庫にありますよ。一戸建てもありますよ。だからね、今決断しないと一生やらないんじゃないかなっていうふうに考えることができたのが私の財産だったなと思います。全てがそうです。私今結婚生活暮らしてますけども、その時もそうですよね。で子供も生まれましたけども、子供を持とうと思った時も、まあ、ある意味私の中で決断があったんですよ。私も年齢が年齢ですしね、うん、どうなるかなっていう不安もありましたけどね。いや今この一番全てのものが揃ったこの瞬間に決断しないと多分もう一生やらないぞっていうふうなね、そんな呼び声が私の中にしたんですよね。でね、アフィリエイトも一緒だったと思いますよ。アフィリエイトも今ここでアフィリエイトマスターしなかったら人生のどこでするんだと思ったんですよ。で転売もそうですしね、 FX もそうなんですよ。全てのことが今ここでマスターしなかったら、今ここで投げ出したらどうなるんだと思ったんですよね。で、携帯電話の利権なんですけども、携帯電話の代理店ビジネスなんですけども、今ここで決済しなかったらどうなると思ったのが、7月の8日です。だからまだ1ヶ月前なんですよ。1ヶ月前に私は携帯電話の料金毎月3万円弱払ってました。で今4860円なんですよ。ぐっと下がったでしょ。その4860円のプログラム、これね、この新しいスターサービスって会社に乗り換えました。4860円になりました、私は金額が。そして同時にこの会社の代理店もやることにしたんですよ。よーしと思って、で私が登録した後、私からつながる代理店のメンバー何人だと思いますか。何人でしょうか、何人でしょうか。吉田さん、前回ね、私が例のやつって言われてたのは5年で1000人を超えました。今回ね、1ヶ月しかやってないです、まだ携帯電話の利権ビジネス。さあ何人になったでしょう。それが今回のクエスチョンです。いってらっしゃい。